皆さんごきげんよう、みやびチャンネルのみやびです。今日、久々のね、動画撮影ということで、またマイナースポット、ここ二村山っていうところ、愛知県豊明市の二村山っていうところにね、今到着しました。ここ過去に何度か数回ほどね行ってるんですけど、桜の時期に行ったことが前一回だけあって、その時ちょっともう葉桜になってたんで、今ちょっと 見頃の時期ということで、ね、これからちょっとざっくり見てね、いきたいと思います。で、今日、このご時世で、マスクをして、で、今日ちょっと風が、強いんで、ひょっとしたらちょっと聞き取りにくいかも、しれないんですけども、その辺ね、ご了承いただけたらと思います。で、このカメラなんですけど、ツイッターの検証でいただいた赤楚さんのブレイブ 7LE っていうねアクションカメラで今撮影ねしてますんで、どんな写りか今から潜入してね、いろいろ検証していきたいと思います。でちょっとカスタマイズの方を行って、ちょっと自分なりに露出上げたり、ね、いろいろちょっと調整、花見スタイルに調整してみたんで、どんな感じで映るかね、これから検証していきたいと思います。一旦中断します。はい、今ちょっと露出の方ね、通常のゼロに戻して今白飛びしてたんで、これでもまだ、明るいね、なんか前来た時もなんか結構荒らされてるわ。ここまでなんか派手に壊されてなかったもんね前。ドアもこんな、明らかに誰か蹴破ってんのこれ。冷蔵庫、いつの冷蔵庫なの。まあいいや、とりあえずちょっと展望台こっち行っちゃうとちょっとまたコース外れちゃうんで、展望台の方で、行ってみたいと思います。で今カメラグリップね、ハンドタイプのそれを装着してね、手持ちで撮っています。非常にね軽くて使いやすい。画面見ながら撮ってるんですけど、非常に安定してますね。映像はこれで1万5000円ならね、お買い得かと思います。綺麗だな、今見頃っすわ。
質を上げた方がいいんです。まあ後でちょっと私が展望台に登ったときに、ちょっと表沙汰には言えないことを誰かやってたんで、多分大丈夫、今日平日なんで、あれ春休みか、わからんな、まあ、お花見シーズンなんで。風が強い。風切り音はね、風切り点滅はオンにしてます。どうでしょうか。あれ、今ね、質を今プラス1にして、取ってます。どんな感じで、吸ってるでしょうか。こういうなんかお花とかは露出を、ね、1段階上げた方が明るく綺麗に、ね、取れるんで。どうしてもこれ普通に通常の露出、まあ、ゼロが普通、大体一般的に設定されているものなんですけど、ゼロで撮ると、まあ、なぜかくすんで見えてしまうことがあるので、まあ、こういった桜とかこの白い花を撮るときはなるべくね、プラス補正、露出をプラスにした状態で墨なく綺麗に、ね、撮ることができます。は、今ね、露出補正をマイナス1にしてみました。どうでしょう。もうさっきと比べるとかなりね、緑色がはっきりしてきたのが伝わると思うんですけど、やっぱりね、こういうなんか 森の中、森の中を歩くときはこういうマイナス補正がね、きれいに取れます。なんか結構花見のお客さんがいっぱい、来てるね。で今、駐車場の方までね、戻ってきました。ちょっと今日風が強かったんでね、それがちょっと残念かなという感じで。は
いかがだったでしょうか。もう半年以上もちょっと動画更新サボっててね、どうもお待たせしました。なかなかちょっとこのご時世なんで、なかなか撮影に行く機会が、まあ、機会とかネタもないし、まあ、金もないん で正直ちょっとそんな何件か本当ちょっとモーテル探索回りたいんですけど、いやちょっと それだけの資金がね、ないので、またね、そういうちょっと余裕ができたら、いろいろね回ってみたいと思います。こういうなんか苔みたいなのが、綺麗に取れてますけど、じゃあ次、次は大高緑地ね、そちらの方ね、行って、パパッとね、ちょっと撮影の方、してみたいと思います。これで終わろうか、ここは。じゃあね、じゃあ次の、大高緑地の方ね、行ってみたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。